繰り返しになりますが F2F はとにかく相手の,との距離が近いのが特徴ですまたカットインだけではなく、まあ、このようなプレイアブルな状況でも発生いたします会話の内容とリアクションは先ほど紹介のあった台本システムの方で定義されておりますまた状況に応じてはまあコミュニケーション目的でまあ選択肢などが たたりもいたしますこの間もずっと AI は動いてるんですけれども、まあ、ちょっとした相手が仕草をしたり、まあ、我々にぎやかしモーションなんて言ってるんですけど AI が自発的にモーションを流したりもしておりますそして会話が終了するとシームレスにプレイアブルな状態に戻っていきますこれが F2F ですこちら会話の内容はあくまで同じなんですけれども 状況はメタ AI が判断しています。地上か社内で、えーえー、異なる命令を発生させて、あとの会話の内容は、まあ、全く一緒ですねで。出すモーションは、まあ、あの社内、地上に合わせて、えー、適切なモーションを出しているという様子です。これで複数の状況に対応できました。 キャラクターは、えー、メタ AI からミッションを受信しプレイヤーの方に駆け寄っていきます。